あれ知ってるよ、あの何ですか、アドさん。いやいや、ちょっと待って待って待って、あー俺も知ってる、知ってるよ ね、 ね、いいよね、ヨメツクロシン。俺も知ってんぞマジで。はい、まあ配信でも言ってましたか、おじじもと。少し長くなりましたが、本日の寝坊枠、ボドカ選手と今なってるようですかね。カナエ選手の方から時間通り一戦行ってもらって大丈夫ですと、何を気を使わせてるんだという話ですね。とんでもないことです。あれ、ああソラレさん、え、ソラレさん、ああそうですよね。はい、え、俺、え、俺、あれ、あれ、これ僕本当に助っ人、え、ちょ、あ、ちょ、あれ、ちょ、まずいって本当に、え、待って、今どうなった、これどうなった、え、レド君何やってんの、今日ないよね 3D 配信ないと思うよ。配信撮ります。はい、よろしくお願いします。あ、レイドいなくね。あ、いるいる、いや、ちょっと待って、誰だっけ、プラハか、あ、いた、レイド君はね、レイド、俺レイス逃げんの、嫌なら帰っていいよ。いやいやいや、違う、オクタンでもいいよ、じゃあ、いや、任して、じゃあオーダーとか全部頼むわ。ちょっと待って、全部やってんね、いや、違う、ちょっと待って、あの、うちらカスタムでもマジで1開始した、了解です。え、あ、お、本当にあの1分前移動とかしっかり頼む、本当に。ちょっと待って。どうした、いや、どうした、ちょっと待って、大丈夫、大丈夫だね、はい、いや本当にもう、なんで入ってきたんだよ、その、いや違う違う、なんでだよ、違う、俺一応今回85ポイントだから大丈夫かなって思って、逆にポイント的に、あ、じゃあってことは超強いんだ、いやー、まあ諸説かかってるから、マジレイド君に負けたらレイド君のせい、勝ったらレイド君のおかげだよ。あ、勝ったら俺のおかげになるの、そうそうそう、俺もちろん 3D の大会5ポイントになるかもしれない。いや、それは本当に勝ったらそうなるんだ。 OK、 任して。あ、やっぱでも降りる場所知ってるんだね、何も言ってない、いや、もう全部見てるから、ね、全部見てるから、カナエが降りてんのかと思った。いや、僕もね、クザが降りてくれたんだと思った。見てますよ、空から、やろう。なんかでも昨日とかもめちゃめちゃ調子良かったね、やっぱあの強豪校になりたいからさ。強豪だったよ、確かに昨日は。昨日は今までが弱かったってこと、いや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 、昨日は特にね、はいはい、上視点側のディス入りました、特にね、悪いな、悪いね。やめとけって、ね、ほんまにそういう感じで来るか、いやいや、いや、でも権力を持った人は変わるよ、いや、そういうもんよね。うん、これボド、あのレイド君がチームに入ってくれたって考えると、いや、楽だな、やっぱレイド君のおかげっすわ。まあ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 、まあ、まだ安心するのはでも早いかな、敵も強いからね、レイド君が一番強いって言ってたじゃん。だって 何ポイントだっけ ?85?85。絶対強いじゃん。まあ、セリーさんとかだって16とかでしょ。セリーさん14だから、まあ、大体5人分ぐらい。セリーさん5人分 ?6 人分。セリーさん、ラスさん、セリーさんいても勝てないってこと？ CR のフルパー2パーティー分だね、ポイント的には。え、いいなぁ、誇らしげだね、なんか。いや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 、すげえな、棒あったらちょうだい。オッケー、やっぱちょっと最近エーペックス、よしよし、おちょちょし、よし、移動しますか、じゃあ。あいこぶんなって、なになに、あいこぶんなよ、おじょじょし、おじょじょしなんか言わないでしょ、おじょし、ほんまに勘弁して、勘弁して、ちょっとボス君、じゃあ真ん中を動揺すんな、解説してる側からすると、あれ解説なんかしてる、解説、まあ解説なのかな、まあ、にぎやかしだけどね、やってることは出た、じゃあにぎやかしてよ。ちょっと待って、いやいやいや、もう陽キャのいじりなんよそれは。にぎやかしてくれんの、にぎやかしてよ、じゃあほら、陽キャが陰キャに喋りかけるときのやつなんだって、
かっこいい。こいつマジ面白いからみんな見といてよ。マジ？こいつマジ面白いらしい。ハズレいないからな。いやマジ見しちゃってよマジで。見てよ。この前の白骨化した人おもろかった。いやマジで。頼むぞレイド。グリムジョー君だっけ？あの子より面白いの？え、ちょっと待って。何？絶対面白い。こいつマジ面白いわ。こいつは自分で賑やかしっつってたからね。なかなか自信あるね。ファイトポーズ取ってる。もういいから行くぞ。行くよって。あんま学校来ねえよ。あんま学校来ねえけど面白いんだよこいつ。いやもう。なんかネットだと有名みたいだよ。マジ？どんなことしてんの？歌とか歌ってんの？あれ知ってるよあの。何ですか？アドさん。いやいやちょっと待って待って。あ、俺も知ってる知ってるね。いいよね。ヨメツ。クロシン？俺知ってんぞマジで。ヨメツケンシね。はいはい。おらおらこいつマジ物知りだからさ、何でも聞いてくれよ。なんかあれでしょ、レド君なんかこの前文化祭で弾き語りしてた子。やめてやめてやめて本当に。何急に。マジで。お前そんなことできんの？おいレド。いや違う違う違う。お前学校来ねえと思ったらお前やめろってもう。集中できない。何こいつ切れてんの？怖怖。マジ冷めるわ。急に切れるやん。いやいやすいません、あのマジ冷めるわ。ちゃんと戦った方がいいのかなって思いまして。いや、なんだよお前は。アンチの中急に気分重く陽キャ来た。おい本当に本当に怖い。俺がマジで俺の評価下がんだろこれ。おいいやいやいや、おい冷めるわ。おいいやいや、一番あいつ追って、あいつ追って、あれ止まんないからな、マジで。ちょっと待って、どこ入る、どこ入る。これでもうどこ行ってるかは教えてもらえないのに、僕ら反抗したから今。久しぶりだね、ゲーム一緒にするの。確かに、そうだよね、そう。いつ以来、アイスクリーム屋でバイトしてた時以来だっけ。わぁ、渋谷だっけ。おい、マジで。そうそう、ズハさんとか CR カップぶりじゃない？ズハさん？ズハさん、ズハ先輩とは。あった、先輩？バイト先だったんだ、クズハの方が。その可能性あるよ。あの時は一緒ぐらいだったのに、実力。いやいやいや、もう一緒一緒。なんかマッサ行ったんでしょ？行きましたね、おかげさまで。あー！なあ！びっくりした。そのほんまにやめてって。違う違う。違う違う、落ちそうになったんだって。あ、ちょっと待って、僕名探偵だから。これね、痕跡69秒前、足跡2メートル先、こっち側に向かってる模様です。 VDK さん方式だとフラグメントがね、やっぱあれだから。はいはいはい、うん、そうだね。どこのアンチがいいかな。ちょ、アンチ読みして。アンチ読み、まあ理想はここ取れたらいいですけど。 RED ピピピピピピ、 OK、 ここだ。どこ。うん、アンチ、あの佐賀エピセン側によるこのここの調査キャンプの上側だった。うん、そういう感じで読んでるんだね、毎回。あ、そうそうそう。あ、なるほどね。頭からアンテナピピピピ。あ、でも麻雀したか、一緒に。あ、麻雀はした。麻雀した。てか、麻雀をマジでやってるねって話をクザと二人でしてたわ、裏で。いや、もう言って、本人に言った。なんか、ちゃんと麻雀やってるよねって。いや、してるよなって。いや、俺だってもう。あ、ここ狙われてる。白浜バレた。やばい、これストレスし。ここ動けなくない？まあ、大丈夫か、大丈夫か。またまたね。アプラハ。ちょっと締まりきったから今。ナイスナイス。いいよ、後ろだけ気をつけて、ちょんまげ。はあ、ここ行く？どうして、いやこれエピとかまで行きたいな、できれば。了解。移動する。移動しましょう。左回りで。了解。絶対弓飛んでくる。ああ。怖い。おお、別に。おおおおおお。何度も耐えちゃうわ。ビームだけ。来たって。はい、ニール3と詰めてくるよ、ニール3は。ニール3詰めてくるかな。ここね、ニール3。ちょっと、もうやばい。あ、ポトロッ。あの間のフェイン切れた。これやばいかな。取って3秒。いや、移動にウルト使っていいけど、僕だけ移動はウルトしても仕方ないからな。移動にウルト使えるなくて、使ってもいいよって話。ナイスポーターナイスポーターナイスポーター。ウルトでもなんか使いたい瞬間っていうのがね、来るようになるよ、ブラハ使ってると。あのレンドがどんどん研ぎ澄まされてくる。上のやつやる？いや、それニルさんよ。え、上のチャーラがニルさんじゃないの？チャーラがニルさん。こっちがニルさん。上のやつはこっち。あ、そっち？
なんか移動してるって。エピ戦まで入りたい。なんかいるね。ここまで。これもやんない？これ前。あ、てか入ってくる。あんまやりたくないな。ここ。僕逃げられないかもです。ドームターン。ああ、なるほど。ブラ張ってる？いやこれ上、いやこれラッサっぽくね、そんなことないか。いやアルスさんどうだ。違うな。ああ。いやいい、なるほど。どうする？歌ってよ。いや違う。一応反省会しよっか。反省会しましょう。ね。まあムーブはボドカさんとあんま変わんないかった。いい感じだった。なんか大胆に真ん中入ってく感じで、外回るわけでもなくエピに入ろうっていう選択。ボドカさんっぽいなー。アーマーがね白かったからね。いや僕も移動詰められるぐらいまで多分ね、矢が一発頭に刺さったんだよね、おそらく。いやおそらくちょっとね、あーまあ来てたのに気づいたらなんか HP3 割でしかなくてえってなって。いやもうさ届くんよ。なんか今日おじじが、うん、配信でなんか CR カップの文句について全部白雪レイドまで DM 送るようにって言ったらしくて、ね、寝て起きたら夢は何とかしてくださいみたいなDM が大量に届いてて、うん、気持ちがちょっと分かったかも。マジで壊れてるよね。弓矢使う係とかは決めてるの？これ。あのね、弓矢を全員使えなくて、全員一応僕が長物を持つのを弓にするように弓を練習はしてるんだけど。なるほどね。リングマンピーキーみたいになるから、ショットガン必須の自分は持てない。そうで練習も僕が。近距離も行けるクラトラにして、はいはいはい、あの弓を殺すセンチネルか弓かみたいな。なるほどね。うん、まい。あー強い。なんか老婆も多いよな意外と。老婆強いよね。うん、弓は打って弓、矢は回収してる。月島さんとかもずっと老婆してたよ、この配信で。老婆島さん、老婆島さんだった。おおほお、このウルト刺さるぞ。うわ、ポータルで避けてる。全然ヒットしないな。あ、でもブラックマーケット出してくるの強いな、これ。あんま取っておけるってことでしょ、こっち分だ。そうだね。あー、いいドームだ。向こうより早いもんね。あ、遅いか、遅いか。うわ、いい。うわすごい入り、取り切れないけど。うわー、取り切ったな。影が、影を薄くする戦法が、漁夫が強いんだ。いや今のでもいい位置だったな、ずっとね。よかったね。ねえ、あ勝ちたいんですけど。何ですか敗因は。敗因はまあちょっとアーマーと矢が頭に刺さったこと。頭でかいらしくて僕本当にそれに尽きる。